こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching an abnormal situation at the largest Japanese event in North America. The video is from this channel. では早速、始めましょう。日本の漫画やアニメは、今や国内だけにとどまらず、世界中から絶大な人気を誇っています。これまでアニメの市場は国内のシェアが大きかったのですが、動画プラットフォームの普及とともに2015年頃から海外のシェアが急伸し、2020年にはとうとう海外市場が日本市場を上回り、今や希少な成長産業となったのです。今回は北米最大級のあのイベントで会場が大混乱に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。2023年7月1日から4日間、ロサンゼルスコンベンションセンターにて、アニメエキスポが開催されました。北米最大級の日本カルチャーの祭典と呼ばれるこのイベントには、60を超える国から参加者が訪れ、入場チケットは即完売。1992年から毎年開催されているのですが、2023年は例年と比べ、状況が一変していたそうです。なんと入場するのに8時間もかかってしまうという異常事態に陥り、ようやく会場内に入れてもグッズ販売ブースやパネル展示、各イベントでは大行列ができるなど、会場は大混乱になったというのです。世界中から注目を集めたアニメエキスポは2022年も開催されましたが、世間はまだコロナ禍だったこと、そしてコロナ禍の巣ごもりの影響で日本アニメにハマる人が急増したことにより、2023年に開催された際には予想以上に多くの人が参加したのだとか。このように日本アニメや漫画が絶大な人気を誇るようになったのはここ10年ほどの出来事だといいます。かつて日本のアニメはアメリカでも一部のファンに愛された小さなコンテンツでした。アメリカで最初に放映された日本のアニメは1963年の鉄腕アトムでした。この頃の日本アニメはアメリカのテレビ局の都合で登場人物の名前がアメリカっぽい名前に変更されていたり、日本的な要素が取り除かれていたり、かなり手を加えられていたため、視聴する子供たちは作風の違いやおかしな翻訳のアフレコなど手を加えられた日本のアニメを不思議に思いながらも、アメリカのアニメとして普通に見ていたそうです。しかし1980年代中頃になると、日本アニメは明らかに異なった路線を走り出し、メカの描写が緻密なロボットアニメや、アニメではお約束であった完全調和ではなく、ドラマ性に富んだストーリー、今までのアニメとは全く違った日本アニメに魅了されるアメリカ人が増えました。日本のアニメはすごいと日本アニメに興味を持った層は大学生、それも男性が多かったようです。しかし彼らはあくまでも少数派。この頃アメリカではアニメは子供が見るもので、いい大人が面白いと言って日本アニメのことを大っぴらに語ったり見たりできない社会でした。このように一部のマニアに愛されていた日本のアニメでしたが、1990年代半ばにインターネットが一般家庭に普及したことにより、社会から注目されるようになります。1990年代後半にはドラゴンボールや美少女戦士セーラームーン、ポケモンなどがテレビで放映され、アメリカの基準によって多少の変更があったもの、鉄腕アトムが初めて放映された頃のように、日本的な要素が排除されてしまうようなことはありませんでした。テレビで多くの日本アニメが放映され、インターネットを通じて日本アニメの情報が容易に入手できるようになり、アメリカでは日本アニメが性別年齢を問わず幅広い年代の人々から支持されるようになったのです。そして新型コロナウイルスの巣ごもり生活で日本のアニメのファンはさらに増加し、コロナ禍が明けたこともあり、日本アニメは見るものから参加するものへと変化しています。今回のアニメエキスポの混乱はこのような背景があったのです。急激に、そして確実にその人気を定着させている日本のアニメ文化、この話題に対して
海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。コロナ禍はオンライン開催だったよね。リアル開催になった2022年に参加したけど、ここまで混雑していなかったと思う。この1年で一体何があったんだ？いくら日本のアニメが人気だからといっても、この状況は尋常じゃないね。今年はチケットが手に入らなくて、がっかりしてたけど、会場の様子を見たら、行かなくてよかったって思ったよ。これくらいの混雑は、当たり前じゃないの？僕の知ってるアニメエキスポは、ずっとこんな感じだよ。さすがに入場制限した方がいいよ。この状況は危険だ。それにこの時期、ロサンゼルスは暑いから、もう少し涼しくなってから、開催した方がいいと思う。会場の規模に対してチケットの販売が多すぎるんだよ。これは運営者側に問題があるね。しかし、日本アニメにこれほどの影響力があるとは正直驚いたよ。あの長蛇の列を見た時点で、自分なら家に帰る。これだけ日本アニメが人気なら、年に2回ぐらい開催してほしい。アニメファンだって、公言できる時代が来るなんて、20年前には考えられなかったよ。それだけアニメ人気が高まった証拠だ。もはやアニメファンがオタクと呼ばれた時代が懐かしいよな。あの頃アニメは、アニメオタクのものだった。それが今はもうアニメを知らないと、会話の輪に入るのが難しいだろうね。Everyone is into anime. 2010年くらいまでは、こんなに混雑してなかったと思うんだけど、アニメが人気になったのは嬉しいけど、アニメブームに乗っかっただけの、にわかファンが増えるのは正直嫌だ。日本のアニメは、一時的なブームなんかじゃない。昔は来場者がもっと少なくて、ゆったりした雰囲気があったから、知らないアニメファンとも、交流できる場だったのにな。今ではひたすら並んで、ちょっと展示を見て、グッズを買うだけ。なんだか悲しいね。こんな状況では、大事故が起こっても不思議じゃない。しっかりした安全対策が求められる。会場で倒れた人もいたらしいよ。自分もやばいかもって思ったくらい、息苦しかった。コロナも完全になくなったわけじゃないから、いくら対策されているからといっても、その面でも不安はある。2日目の方が警備員も増やして、対応していたし、人の流れは比較的スムーズだった。最初からこれくらいの対応をして、欲しいくらいだよ。これって日本が好きな、日本オタクの集まりじゃないの？この状況は、日本オタクの一言で、片付けてしまえるほど、簡単な社会現象ではない。日本のアニメには詳しくないんだけど、会場のすごいエネルギーは、こちらにも伝わってくるわ。以上が海外の人々の反応でした。続けて日本人の反応を見てみましょう。日本のコミックマーケットを見たら、海外の人たちはどう思うだろうか？ロボットアニメはいいよね。マクロスは名作だった。ストーリーの結末が衝撃的だったよ。日程と時間に余裕があるのなら、5日間くらい開催期間を設けて、もっと入場制限をした方がいいんじゃないかな。こんなに人が多いと、もはや人を見に行ったような状況だね。アニメをゆっくり楽しむイベントであってほしい。人気になるのは嬉しいことだけど、これだけ混雑すると危険だし、アニメが嫌いな人も増えちゃいそう。各地区で分散するか、予約制にして数日に分けるのが良いと思う。その方がはるかに楽しめるよ。アメリカ独立記念日の連休に合わせて開催されたって聞いたけど、アメリカにとっては大切な日に日本のアニメイベントをやるってちょっとすごくない？それほど日本のアニメや漫画が支持されているってことなんだね。フランスやドイツのジャパンエキスポはさらに多くの人が集まってる。ドイツは50万人も集まって大変だったらしい。ドイツは無料イベントだったから半分くらい花火大会目当てだったと思う。会場を広げろ、開催地増やせってクレームが SNS で殺到してたみたいだね。1980年代の日本人の大人が少年漫画雑誌を通勤電車の中で読んでいるということをアメリカ人は小馬鹿にしていた。日本以外では漫画やアニメは子供のものだったから、それがこんなに変わるなんて驚きだ。
大人が鑑賞しても面白い作品を作ろうって考えが海外にはなかったのかもね。日本のアニメは早い段階で大人が見るに耐える作品として昇華された。演出も細かく、テーマも大きく重みがあり、知識があればあるほど面白みが増す。そういうのが見てみたいし作りたいんだって熱量は未だに日本が世界最高だし、多分今後も譲らない。世界中の食わず嫌いが食べ始めた結果だね。面白いものに国や年齢は関係ないってことが証明された。日本の夏のコミックマーケットもかなりきつい。長蛇の列すぎて半日待つ覚悟がいる。お昼からなら人気商品は売り切れるけどすぐ入場できるし、会場に入ってもゆっくり見て回れるから私はそうしてるよ。自分は逆に前乗りは当たり前で、朝方6時から並べるように早めに行動してた。日本のコミケではその場以上の参加人数でごった返してるぞって教えてあげたらどうなるんだろう。以上が日本の人々の反応でした。日本ではアニメや漫画に興味のない人にもコミックマーケットなどのイベントの認知度があるせいか、あまり驚いた様子は見られませんでしたね。しかし日本のアニメを誇る気持ちは共通していそうです。今や漫画アニメは日本文化の特徴とも言うべき存在であり、2025年の大阪万博にあなたなら何を出品しますかという問いに対し、日本的な和やおもてなし、食とともに多く上がったのがアニメでした。今や日本アニメという認識が世界でも高く評価されていることが実感できますね。また日本に来る観光客をはじめ、日本企業に就職するビジネスマンや日本語を勉強する外国人の方々の動機づけの一つになっているのです。実際に2024年2月現在、どんなアニメが人気なのでしょうか。この界隈ではとても有名な海外のアニメサイトアニメコーナーで1万5000人を超える海外のアニメファンが投票したランキングをもとにご紹介いたします。第3位、俺だけレベルアップな剣。最弱の主人公がレベルアップ能力を頼りに、クエストのクリアやモンスター討伐で徐々に成長し、強敵を打ち倒していくのが爽快な作品となっています。ファンタジーと現実の融合や世界観の深さと複雑さに魅了される人が続出しているようです。第2位、ラグナクリムゾン。古来より竜の存在によって人々の生活が脅かされている世界で、最愛の人を助けるために竜を根絶やしにしようと目論む青年の戦いを描いた異世界ドラゴンバトル。こちらもファンタジーな世界が舞台の大迫力の戦いが楽しめる作品です。第1位、僕の心のヤバいやつ。完全無欠の陰キャで日々殺人の妄想を繰り広げている主人公と、スクールカースト最上位の天然美少女、住む世界が天地ほど異なる二人がなぜか互いを意識したことでまさかのラブコメが始まってしまうというようなストーリー。3位の俺だけレベルアップな剣、2位のラグナクリムゾンとは舞台も設定もストーリー性も全く異なる作品ですが、少年漫画のように大きなストーリーがあるわけではなく、日々のやりとりの描写から二人が交流を通してそれぞれ自分の思いや感情を変化させていく過程が繊細に描かれており、そこにハマってしまう人が多いようで、2期や3期を望む声が上がっているのだとか。そんな僕の心のヤバいやつは東京都目黒区を舞台に描かれているのですが、作中に出てくる専属駅、原町交番、武蔵尾山商店街パルム、目黒不動尊、秋田書店などを実際に巡る聖地巡礼を行っているファンも多く、今ではアニメツーリズムという言葉が存在するほど多数のファンが訪れることで巨大な経済波及効果を生み出し、アニメ聖地を持つ地域にとって重要な観光資源となっています。もちろん国内だけでなく世界中のアニメファンもアニメの聖地を訪問したいというニーズは高まりを見せており、アニメツーリズム協会は訪日外国人旅行者向けの公式アニメ聖地巡礼ツアーを開催するなどしています。観光庁が2020年に発表した調査で、訪日観光客が困ったこととして多言語表示の少なさ、分かりにくさ、
施設などのスタッフとのコミュニケーションが取れないなどが挙げられたことから、飲食店であればメニューを外国語でも表記したり、小売店なら商品ポップを英語でも作成したりと、訪日観光客に寄り添う店舗が着々と増えてきているようです。また聖地だけでなく、付近の情報をインスタグラムなどの SNS を通してお知らせすることで、より過ごしやすい環境が整えば、さらなるインバウンドの増加に期待できるのではないでしょうか。動画をご覧いただきありがとうございました。 Thank you so much for the video. We Filipinos are big fans of Japanese anime. You know, we love watching Dragon Ball Z, Princess Sarah, Sailor Moon, Doraemon, Slam Dunk, Samurai X. Those were our favorites. No, I grew up watching Japanese anime. Amazing work by Japanese people. I'm not so sure if we have Anime Expo in the Philippines, but I'm so sure that we have cosplay event. Friend of mine is always going to that event. Well, anyway, this was a great video. Thank you so much to the uploader and my subscriber. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またねー。